カチャのギターチャンネルへようこそおいでくださいました。本日は大橋純子さん、シルエットロマンスをね、やってみました。ツイート大橋純子さん、ソウルフルでパワフルでね、抜群の歌唱力をお持ちになってた大橋純子さん、大橋純子さん忍びまして、この曲をね今日はね、解説していこうと思います。よろしくお付き合いいただければね、ありがたいです。早速ねやっていきましょうかね。イントロの方なんですけどもね、この昭和の曲って長いですよね。12小節ありますんでね、これをねやるのはねどうかなと思いますよね。昨今の曲はね、もう歌メロからガン入るようなね、曲が多い中でね、長々ね、ちょっとねあれかなと思いましてね。ですが、2小節ぐらいね、こういうねイントロがね最後に流れましたので、ね、これをつけましたね。2小節ぐらいね、これを出していってみましょうかね。これはどうやってやってるかっていうと、 Am を押さえますよね。あの3カッポでね、原曲は Cm のね展開になりますのでね、3カッポにしてもらって Am のね木の展開でねいきますんでね、よろしく ご了承くださいね。Am ね、これね人差し指をねこう離してもってね、 Am のね9スの音、まあ B の開放の音ですよね。この2弦の開放の音でまた Am の音戻すね。これを繰り返してね2弦と4弦でね、これでね出してます。このぐらいがねいいちょうどいいかな。これね2弦にすると、ね、あんまり良くない。2弦と4弦でね。
これイントロね。これでね入ってきますけども、これもね、ナイスノートでね歌メロに合わせてますね。今回はねギターソロ風の伴奏にいたしましたんでね、歌メロとねこうちょっとシンクロさせるようなね形でね、なんかカラオケのそのガイドメロディーを取るようなね形のね奏法にしましたんでね、まあこんな奏法もねいいんじゃないかな、ソロ風な感じで。こんなね奏法ね、アルペジオに歌メロをねこうシンクロしてこう合わせていくタイミングよくねな形でねやりましたんだけどね、これもね、人差し指でナイスのスルーのところね、スルーね、合わせていきましょう。これね、次はね、F でいいかな、 D マイナー on A でもいいんですけども、うん、F かな、ナーワの時に F のね省略コードね、まあ一弦は弾かない感じかな。で C 出しといて解放してもらって、ナーワね、だんだん上がっていく感じ、2345って感じね。ほんでまあ G7 に行きますね今度は。メーの時に G7 のセブスの一弦の音、このメーミー解放してもらってね、で2弦の3フレットね、こんな感じね、 G7 の音、このメーミーか、このうまいことねシンクロさせてねギターソロ風に弾いてもらってください。ガリのガガのは一弦のね解放、ノーのところでねちょっと食ってもらって、B7 まあオン B がいいかな、うん、もうこのベースのちょっと下げていくって形でね、ですがこのガリーノガリーノっていう風にやるとちょっとね、ちょっとたるいのでね、もうここ歌めるとね一緒にねもうメロディーをね、食ってね、2弦の3フレット、このもうガンバッチリ合わせていきましょうね、まあ合わせなくてもいいんですけども、いついつこれいついつも、もう Aマイナー行くときにもう、2弦の3フレットの残してもらって、ベースをこれと出し、初めてここで Aマイナー、ここで原曲に流れるメロディー初めて、取り入れまして、 GFD あ DE この一弦解放で D ってね、こんな感じね、ここで C 行くね、 D マイナー押さえといて小指をもう3フレット、1弦の3フレットで戻してもらって、 D マイナー7スにで1弦解放してもらって2弦3フレットで D マイナーの2弦の1フレット、これね、マーの通りにね、この G ナイスのこのナイスの音が入ります、ラの音ね、ラ A の音、ラのね、こんな感じ、うん、E7 行ってカー、また解放してもらって F 弾いて B 解放、2弦解放、セブンスのこの E 解放してもらって6度の G6 ね、解放、1弦解放してもらって2弦の3フレット、 C
った時に一弦と一弦の音と、ノーの時に B7 のオン B に行きますけど、ね、二弦の3フレットでね、ノーノーノーで振られてしまう。これ E ロ、これ E7、E7 オン B のままです。で一弦、二弦弾く。で Am だった時もこの D の音が残りますんで、二弦の3フレットが。でここで初めて Am のね、二弦の一フレットの、ね、これも取る。ね、難しいですね。ね、でまた解放してもらって Am の、また歌メロ Dm7 の時に、もう一音ずつ下がってくるね、 Dm7 のこの G から。はい、まあ、このね D シャープ C シャープディミニッシュのねところね、ここのところがねこの曲のね、すごいいいところですよね。このね C シャープディミニッシュをね、出していきましょうね、どうやっていくかというと、これですね、C がいいですね。まあまあ、まあ普通に弾いてもらって、この音、これねどうやって出したかっていうと C なんですね。C シャープディミニッシュどうやって押さえるかっていうとね、いろいろありますよね。でもこのパッシングディミニッシュっていうんですけどもね、C からあの D につなげるとき、その中のまあ半音のそのベースの変化をまあ C シャープとして出すわけですね。C から D の変化ですから、この音を出したいと。C シャープディミニッシュっていうのはどうやって押さえるかっていうと、いろいろな押さえ方があります。で、だいたい C シャープディミニッシュっていうと、どれに何が出てくるかっていうと、こんなやつが出てきますよね、よく。これではもうベースがね、C シャープ、これが C シャープ、構成音がこうなってるんですけども、これではベースの役割をしません。ここでね、C シャープを出したい。ね、C、こういくわけですから、これをベースにする。ですんでね、C をね、そのままね、こう行く。ね。こう行く。平行移動。1フレット。ですが、これだとね、ただの C シャープですね。1弦と4、あ、5弦と4弦と2弦のこの出したとしても、C シャープ。だけど、ここの C を押さえてるときに、ここの中指を一段下げてもらって、この A シャープの音。ね、これがディミニッシュセブンスの音です。ちょっとね、詳しい話をするとね、まあ、今回はね、やめようと思うんですけども、ディミニッシュっていう表記の場合でも、必ずまあ、慣用として、ディミニッシュセブンスのという音を出すんですよね。セブンスの音は、C のディミニッシュのセブンスは、ここの A シャープの音なんですよね。で、まあ、内容は理解しなくても、ちょっとね、弾き方だけね、今回ね、ね、理解していただければいいとは思うんですけども、まだね、詳しいのはね、いろんなね、ディミニッシュに関してのね、話はね、まだね、おいおいね、していこうとは思うんですけども、ベースをね、ここ、3弦の3フレットがね、しっかりなるよ。でね、この時にこういう半小節ずつね、こうならない、こういう感じでね、ちょっとねタイミングをね、遅らして、やってください。切ってもいいかな、
ね、感じでやってもらうと。この時ね、4弦にならないね。ね、こういう感じにするとね。このね、ガオは A7 になるんですけども、ここもね、Am でちょっと我慢してもらって、この音出してもらいたい。これは4弦の、3弦、ごめんなさい、5弦の4フレットと、2弦の2フレットね。C シャープの音。それぞれ C シャープの音です。この音がね、A7 の代わりね。まあ、1弦の開放混ぜてもいいし、3弦の開放も混ぜていいです。こんな音でもいいですよね。またここもね、Am貯めてもらって、まあ、四分音符ぐらいのね、長さで。ね、こんな感じで入ってもらうと、リズムがね、いい感じでね、弾きますね、かっこよく弾きますんでね、この辺のね、ところを注意してもらうってことね。どこまでいった？ここね、Am のね、このベースの変化でね、出してきますね。この時にね、Dm の時の構成音の5弦を切ってもらって、Em7 に行って、これ Am7 音痴。このベースね、しっかり出していきましたね。F メジャーセブンスですけども、A マイナーのね、音 F みたいな形のね、F メジャーセブンス。こっちの方がいいですね。A マイナーの変化、ベースの変化としてね、捉えてくださいね、ここね。まあ F、E7 ですけどね。まあこのままいいでしょう。でも2回目の時ね、またこれを、チルエットって繰り返したら、たるいんですんでね。ここのところはね、これで弾きましょう。まあ、ベースを E 加えてもいいです。ね、これは何かっていうと、F を、この D がありますね。D というね、D メジャーのもの。これを、まあ、ケージドシステムってやつがありますね。これ D、これがね D シャープね、これが E、 ベースを交えるとこれが E ね、これですけども E はここで E でこれはね、これで E を出すとね、ほんで E 半上がると F になります。 E が半上が下がると上がると F になります。これも一緒、これが F ですね。ですんで、ここのところからこれで F を出す。これで平行移動してね、これで出していきましょうね。ここね、セブンスのまま出す必要ないので、このまま簡単に、これいいですね。でまあ、ここちょっとね、ドミナントコードですんでね、まあこの F ですけれども、まあ6弦開放でね、いいですね。ね、このこうしてるね、小玉がしてるような感じでね、シルエットって言ってるような感じでね、高い音でね、こう前に出ましょうね、ギターもね、ここのところは高い音出してね。こんなのね、D、E、F、これを F として使ってね、これがまあ E7 ですけども、これはこれこうちゃんともう
のあのスライドして生きるような感じでね、セブンスをこだわらずにね。こんな感じでいきましたけど、このねサビに入ってきますね。これはこれで、ね、ベースのメロディーもねこんな感じで、うん、っていうようなね、あのベースのね、あの連打がありますね。前ね私がね、待ち伏せっていうねあの楽曲のね、ギター解説をやらせていただいたんですけどもね、ここのねあの裏打ち の, あのベースのリズムの取り方っていうことをね、の詳しく解説しましたんでね、ここで、もしね聞いていらっしゃらない方が多いとは思うんですけども、もしねよければ ねあのこのねベースの出し方、裏打ちベースのやりましたんでね、ぜひともね、見てください、よろしいですかね。でんてでんて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 んをいかにアルペジオにね、なじませてやってるかっていうところをね解説してますんでね、どういうやつだったかね、うん、バン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 みたいな、ね、これもね、こんなね奏法の解説してますね。これ一緒のやつ、ここもねちょっとカットしてもいいかな、もっとこのもがこの一弦開放になりますんでね、これもバラして弾いてますね。こんな感じでね、もう E7 の時に6弦開放にしてもらって人差し指でで小指で、2弦、うん、3フレット1弦開放みたいな感じでね、メロディーを出してもらう。ここのねベースの変化をね、かっこいいんですんでね、ちょっとね出してきましたね。ここで、F でF シャープのところね、ちょっとね、長くしてもらってね。F A マイナー on F、まあつまり F メジャーセムスと一緒の押さえ方ですけれども、ここでね、女子に聞かせて聞いて、こんな感じのね、サス4の変化も出すと。でここでね、私にここね歌詞がいいんですよね。私ロマンスを私に仕掛けてきてなんて言うんですよね。ここもグッと切るところですんでね、もうギター弾かなくてね、ここね私に仕掛けて、ここでねもうね A マイナー on F でね、もうずっとねもうねギター弾かない、ボーカルので、ボーカルの人に任せて、ほんで E7 サス4の時で改めてもうこのね大きく来るっていうのね感じをね出してたらいいんじゃないかですかね。ね、
で感想を吐いてきます。これね、もうほとんど一緒、あのこんなような感じで聞きました。感じで、ね、普通この通りにやればいいですね。そのさっきをねの前奏あの伴奏と同じような感じね。でもメロディーをね、の強調させたいもんですから、メロディーになる部分もねちょっとね強めに吹くっていうのがね、まあギターソロのねちょっとポイントになってきますね。だからね、こんな感じね、こうちょっと強めに、でもここ強く、ね、こんな感じでね、感想ね、弾いたってくださいね。Cシャープの音出してください。A7 で出すのたるいですね。イヤリング、こういう風に出さない。こんな風にして出さない。ここで A マイナー伸ばしてもらった。ね。四分音符ぐらいで短く。この G を思いっきり出してくださいね。重なり合うで、ここを歌メロにね合わせてください。重なり合うね、合わせてくださいね。シュレーさっき言ったようにね、ここね、このスライドを入れてね、ちょっとそのどこで入るか、そのもし伴奏してるんだったら、その歌ってる方にね示すといいですね。例えばでもね、余裕残してこうやって入ってもいいですね、うん、あとまあ何を言おうかな、あこれね、いいポイントでね、その半音上げ転調になるんですよね。この半音下げ転調ね、やらなくてもいいんですけども、やっぱりね、やりたいとこですよね。私もね、シュエーシュエーってやって、今度はね F でいくね、 F シャープでね、シュエー、こんな感じなんですね。どうほんでここでね、いや鳴らしとる間にこのカポをね、こうクッとね、うまいことね、ここね合わせられなかったんですよね。練習いりますね、これこれね、いろいろ考えたんですよ。ここを外してこうやってやっちゃうと、その音が途切れちゃうんですよね、こう押さえれてないから。なもんですから、右手でグッとこうねやるのがいいんですけど、なかなかね難しい。ねえ、シュシュレシュ、じゃあじゃあシュ、こうやってね。ここでやるといいですね。ローリングカップもね、いいとは思うんですけどね。まあ、同じことですね。あれもね、逆にね、難しいかな。どっちでもいいんですけどもね。やっぱりね、これも練習が必要ですよね。うまいこと正確に。動画のところではね、だいぶ失敗してましたね。ほんで、ちょっと気になってね、この辺のいい加減なところに挟んだから、もうちょっと戻したいっていう感じでね、戻してましたけどね。まあ、こんな本もね、やるっていうのはね。
こんなところにねしておきましょうかね、もうグダグダの解説でしたけどね、まあね何かねちょっと解説しつけないかんと思いましてね、やってみました。まあね、今日はこんなところにねしておきますね、今日はねちょっとねあんまり参考にならなかったとは思いますけれどもね、またね、今後ともね、これからね一生懸命ねギター講座もねやっていこうと思いますんでね、よろしくお付き合いしていただければね、嬉しいと思います。ではねまた今度お会いしましょうね。ありがとうございました。またお願いします。